サイアムスクエアサイアムスクエアは、太陽国、バンコクパトゥムワンクサイアム地区にある繁華街。同地区から、スカイブリッジにより、サイアムセンター、MBK センター、サイアムパラゴン、バンコクイセタン、ラチャプラソンやスクムウィット通り等の、主要ショッピング街につながっている。サイアムスクエア内にも、レストラン、カフェ、有名、ブティック、レコード店、ホミア、ハードロックカフェ、 学習塾や銀行など多様な商業施設が展開している。来客層も高校生や大学生から会社員や外国人観光客まで実に幅広い。バンコクの新宿と呼ばれることもある。チュラーロンコーン大学の所有地を有効活用するため、1965年に最初の建物が建設された。太陽国で最も権威のある。 同大学の林地という工場圏から、この地域はすぐに発展した。当初は普通のお店が軒を連ねていたが、徐々に、ブランドの店舗が入居するようになり、ホテル、ショッピングセンターやレストラン等の新業種、大規模開発の参入を誘発した。周囲の地区も、サイアムスクエアの繁盛にあやかるべく、積極的に地区間をつなげる工夫をしている。 顕著な例として、MBK センターから、サイアムスクエアにつながるエアコン付きの立教歩道がある。現在、サイアムスクエアは、特に10代の若者に人気が高く、若者の流行の発信地である。若者向けのイベントもよく開催される。サイアム劇場。ありがとうございます。